たのマイホーム、大丈夫ですか？屋根や外壁は風雨や雪、火災、紫外線などから家を守っています。しかしその屋根や外壁は経年変化で日々劣化しているのをご存知ですか？一般的なアクリル塗装で新築から3年から5年で塗装は劣化し始めます。修繕のタイミングはマイホームからのサインを見落とさないこと。あなたのマイホーム、こんなサインは出ていませんか？チョーキング、壁面を指当てでこすった際に白い粉がつくのは塗膜劣化のサインです。外壁の苔、塗装面が劣化し水分を含みやすい状況になると苔が発生します。外壁のひび、塗膜の伸縮性が落ちるとひびが入りやすくなります。塗装膜の浮き、塗膜と外壁材が剥離してその中に水や空気が入り込んできます。サイディングの浮き、セメント系サイディングでは水分の吸収を繰り返すことで反りが発生します。サイディングの目地の劣化、シーリング材の劣化によるひび割れ、雨水の侵入が懸念されるサインです。タイルのひび割れ、地震など大きな振動により発生、雨水の侵入が懸念されます。タイルの浮き、振動や下地材と接着面の間に雨水が入り込むことで発生、落下の恐れがあります。タイルの発火現象、モルタルの中の水溶性カルシウムが雨水に溶け表面に浮き出る現象です。タイルの剥離、落下、タイルの浮きや目地の劣化が進行すると剥離、落下の恐れが出てきます。内部の鉄錆による膨れ、塗膜内に雨水が侵入し内部の鉄筋が錆びて爆裂現象を起こしています。鉄部、木部の劣化、塗膜の撥水性能が落ちると強度に影響が出てきます。マイホームからこれらのサインが出てきたら早めの修繕をおすすめします。放っておくと傷はさらに広がっていきますよ。まずはお気軽にご相談ください。0120-643-233、643-233まで。